ボックス、ボックスは、桃田直樹による日本の青春、スポーツ小説。2008年6月19日に、大田出版から出版された。また、2010年5月22日に、ボックスの題名で、日本映画が公開された。監督あり、投資男、主演は、市原隼人。第30回、吉川英治文学新人賞候補作。 単行本は2008年に大田出版より発行された。映画公開に合わせ、大田出版より文庫版、ボックスが上下巻で発行されている。また、2010年から漫画も発表されている。さらに、2013年に講談社から講談社文庫版も上下巻で発行されている。高校教師の高津洋子は、ある日、通勤中に、 電車内で暴れていた不良たちを注意したせいで、その不良たちに絡まれてしまう。すると突然、ある少年があっという間に、不良たちをめったうちにしてしまい、陽子は助けられる。名前も名乗らず風のように去っていったその少年を探す、陽子は、その少年が、自分の勤めている高校のボクシング部の生徒、かぶらやよしひらであることを知る。マガジンスペシャルにて、 2010年12号より2012年1 0号まで連載された。作画は大場隆博による。ボックス。1、高壇者、高壇者コミックス4496、少年マガジンコミックス、2011年5月。ISBN 978から4から06から384496から2。ボックス。2、高壇者、 講談社コミックスマガジン4540少年マガジンコミックス2011年8月 ISBN 978から4から06から384540から2ボックス3講談社講談社コミックスマガジン4607少年マガジンコミックス2011年12月 ISBN 978から4から06から38万4607から2ボックス4講談社講談社コミックスマガジン4660少年マガジンコミックス2012年5月 ISBN 978から4から06から38万4 6六0から7ボックス5講談社 高段社コミックスマガジン4752少年マガジンコミックス2012年10月 ISBN978 から4から06から38万4752から9ボクシングを題材にした青春映画主演の市原隼人と高ー健吾はクランクイン2ヶ月前から都内ボクシングジムで吹き替えや スタントなしでのリアルファイトができるまでの厳しい指導を受けた。舞台が大阪で監督自身も大阪出身という事情もあり、監督自身のアイデアがロケーションに反映された。また2010年5月31日をもって芸能界を引退した、宝章舞の最後の作品となった。 全国237スクリーンで公開され、初日の2010年5月22日と23日の2日間で、動員8万1055人、公衆1億893万7000円になり、映画観客動員ランキングで、初登場第5位となった。また来場者の男女比ほぼ半数で、16から19歳が39.2%と、最も多く、 冷やしょ日満足度ランキングでは、第2位となった。ありがとうございます。